はいどうも、リュウシです。今回もスカウトの調査力 C 縛りで楽天イーグルスを日本一に導くペナントやっていきたいと思います。前回はね、なんと最下位に逆戻りということで、非常にね苦しいシーズンが続いております。投手野手どっちを補強していけばいいのか、まあ、正直ねちょっと困っているんですが、なんとかね勝てるように頑張っていきたいと思います。というわけで、まずはドラ1候補を見ていきたいと思います。1人目はこちらですね、長野の剛腕森谷くんですね。今年ねちょっとリリーフの西口が FA 権を行使してしまいましたので、リリーフがね1人いなくなってしまいますので、即戦力のねリリーフ非常に助かりますね。155キロの直球は魅力的だと思います。続いて2人目は、こちらですね、社会人優勝ピッチャーの大久保くんですね。総合力非常に高いリリーフでして、こちらもね即戦力だと思います、ね、もしリリーフを指名するのであれば、先ほどの森谷くんとちょっと悩みますね。3人目はこちらですね、高校ナンバーワン左腕の、若井くんですね。甲子園準優勝ピッチャーでして、まあ、コントロールはねまだ少し荒削りの部分がありますが、なかなかいい能力をしていると思います。というわけで投手は以上の3名になります。続いては野手ですね、1人目はこちらですね、大学全国優勝の寺田くんですね。両打ちの外野手ということで、走攻守非常に高水準なものとなっております。外野のレギュラー確約が、まあ、荻野と佐賀野くんだけですので、まあ、一軍での出場機会は多いんじゃないかなと思います。続いて2人目はこちらですね、大学ナンバーワンキャッチャーの坂上くんですね。まあ、キャッチャーではねちょっと珍しい俊足高打タイプとなっておりますが、まあね、どっちかっていうと内外野をやらせてみたい能力ではあります。で、野手は以上の2名となってます。今年はねちょっと怪物クラスの選手はいないんですけれども、結構ね粒揃いでね誰を指名するかっていうのが非常に悩みどころです。まあ、チームの防御率打率ともにねリーグ最低ですので、補強ポイントはまあ全部となっているので、ちょっと考えていきたいと思います。さあ、ドラフト会議ですね、1位誰を指名するかというところですけれども、1位はこちらですね、寺田くん、全日本選手権大会優勝の、外野手ですね。まあ、外野が2人だけレギュラー確約ということで、即戦力獲得していきたいと思います。さあ、頼むから単独で引きたいところ。単独指名いきましたね。もう結構なんか注目選手に指名した人が、競合してますね。ドラフト2位でこちらですね、高校ナンバーワン左腕の若井くんですね。まあ、どっちかっていうと育成メインで取っていきたいと思います。ドラフト3位でこちらですね、高卒のファースト中条くんですね。甲子園優勝しています、獲得していきたいと思います。ドラフト4位で、高卒のアンダースロー岩永くんですね。まあ、当初はちょっと高卒を育成しようと思いまして、指名していきたいと思います。ドラフト5位でこちらですね、両打ちの外野2人目ですが、大村くんですね。高卒の、甲子園準優勝、指名していきたいと思います。ドラフト6位で、高卒の中継ぎですね、品田くん獲得していきたいと思います。ドラフト7位で高卒の先発ピッチャーですね、春山くん指名していきたいと思います。今年はね以上の7名を指名して、終了としたいと思います。さて、ルーキーの能力ですね、軽く見ていきたいと思います。今年はほとんど高卒メインで獲得しましたね。まずドラフト1位の、寺田くんですね。特殊能力は代打丸ぐらいかな、ちょっと微妙かもしれませんが、基礎能力に期待ですね。続いてドラフト2位、若井くんです。こちらもね対ピンチ B がありますが、まあ、高卒なんでどうなるか、成長に期待ですね。続いてドラフト3位中条くん、固め打ちがあるのはいいですね。まあ、こちらも高卒野手はあんまり普段取らないんですが、
まあ、成長してほしいですね。続いてドラフト4位、岩永くん。ちょっと赤得ありそうですね。スロースターターと乱調ということで。アンダースローなんでちょっと面白いと思いましたが、微妙な指名になってしまいましたね。続いてドラフト5位、大村くんですね。両打ちの外野は、どうだろう。特殊能力は特に目立ったものはなくって感じですかね。続いてドラフト6位、品田くん。キレ丸ということで、結構いい感じですね。高卒なんで、まあ、将来性に期待ですね。そしてドラフト7位、春山くん。短期を持っていますが、その他はまあまあそこそこいい感じかなと思います。さて、FA 交渉ですね。今年は西口が FA 権行使しています。おそらく C ランクだと思うんですが、ちょっと見ていきたいと思います。FA したの、おっと、松井裕樹が FA してますね。楽天から出ていった裏切り者です。で、松本、あ、西口意外に B ランクですね。5700万ですが、まあそこそこ中継ぎでね、頑張ってもらってたんで、ちょっと痛いですね。そして小笠原、藤島で岡本がいますね。いや、みんなセリーグ行ってほしいな。さあ、それぞれどの選手がどこに行ったのか見ていきたいと思います。まず西口は中日ですね。セリーグ行ってくれました。頑張ってください。そして松本が阪神。こちらもセリーグ。松井裕樹も広島でセリーグ行ってますね。いいよ。で、小笠原も中日からヤクルト、セリーグ、みんなセリーグ。岡本、ジャイアンツから阪神行くの、なかなかメンタル座ってますね。みんなセリーグ行ってくれた。これはありがたいですね。さて、海外留学ですね。ちょっと誰行かせるか非常に悩みどころですね。行けるところも3カ所しかありません。ちょっと考えていきたいと思います。今年、海外行かせるのは去年のドラフト1位の長峰くんと、長沼くんということで、ちょっとね、先発を強化していきたいと思います。留学地はちょっと高いですけれども、アフリカに行ってスタミナを上げてもらおうかなということで、頑張ってもらいたいと思います。助っ人なんですけれども、毎年ね、1人しか獲得していない上に毎年外れているので、今チームが完全に和製のチームになってしまいました。ちょっと今年こそはね、当たりを引きたいかなと思います。今年はね、こちらですね、キューバの左バッターバーンズですね。3割30本を達成しているバッターをちょっとね、獲得していきたいと思います。さあ、2028年シーズンの開幕となりました。今年はね、なんとか順位を上げられるように頑張りたいと思います。それではね、まず開幕メンバーを見ていきたいと思います。ピッチャーですね、先発、早川、生駒、秋中、藤平、川端、渡辺ということで、まあ、先発はね、ちょっと不安ですが頑張ってもらいたい。そして中継ぎですね、末永、南、鈴木、安楽、石垣、吉川ということで、安楽ちょっと年齢高くなってきましたが、まあ、リリーフ陣頑張ってもらいたいですね。そして抑えは昨年良かった宮森を、起用してます。そして開幕オーダーですね、1番荻野、2番駒井、3番迫田、4番佐賀の、5番に新外国人のバーンズ、6番池、7番茂木、8番に、ドラ1ルーキーの寺田、そして9番に小深田ということで、ちょっとね、内野の守備が不安なところがありますが、頑張ってもらいたい。さあ、そんなメンバーでね、今シーズン戦っていきたいと思います。それではね、大ペナスタートしていきたいと思います。シーズン終了しまして、18ゲーム差の最下位ということで、2年連続ですね。いや、非常に厳しい戦い、マジで難しい。シーズン記録ちょっと見ていきたいと思います。まずは投手ですけれども、まあ、早川、生駒が中心となって先発はやってきましたが、2桁勝利が誰もいないと、
でね、海外留学した長沼が 3.93 でしたが、9勝を挙げる活躍はしたものの、生駒は、同じく 3.69 という防御率でなんと6勝12敗。これは非常に勝ち星に恵まれなかったですね。でリリーフの方はというと、安楽は最優秀中継ぎを獲得したものの防御率 3.74 と安定感はちょっとなかったかな。ただし、抑えの末永くん、シーズン途中から守護神を任されましたが、防御率 1.90 の22セーブということで、まあ、毎年抑えが変わってるのは正直どうなのかっていう感じですが、まあ、一つ収穫ではありましたね。続いて野手ですが、なんと野手はホームラン王と打点王がいます。ホームラン王は4番佐賀野くん40本、打点王に3番池くんの93打点ということで、なぜこの打線で最下位なのか、謎ですが、ホームランもねリーグトップの数字なんですけれども、打率はリーグ最下位ということで、ホームランの割に打点が少ないのが、まあ、敗因かなという感じです。期待の迫田くんも、キャッチャーで20本のホームランを放っています。いやー、なんでこんなにひどい打線なんだ。打線っていう感じじゃないんだよな、一人一人がホームランただ打ってるだけなんで。さて、ルーキーの能力はどうだったかというと、まずドラフト1位の寺田くんですね。基礎能力は非常にいい、ただチャンス F ということで、これが結構響きましたね。まあ、その他意外性やら選球眼やら、なかなか面白い能力は持っておりましたが、今年は1割9分3厘となかなか厳しいシーズンでしたね。ドラフト2位若井くんですけれども、対ピンチ B は悪くないですね。ただスタミナが思ったよりなかったんで、まあ、1年目ちょっと1軍で投げましたが、防御率 6.30 の0勝2敗と、プロ初勝利はなりませんでしたね。まあ、ただまだ高卒なんでこれからに期待です。ドラフト3位中条くん、こちらはまああんまり良くないですが、高卒としては成長すればワンチャンあるかなっていう感じです。頑張ってほしいですね。ドラフト4位岩永くんですね。四球持ちというわけでアンダースローですが、変化球は悪くない感じですね。ただ、ルーキー覚醒でめちゃくちゃスライダーが伸びましたね。来年以降ちょっと期待したいと思います。ドラフト5位大村くん、こちらはちょっとどうなんだっていう能力ですが、まあ、こちらも高卒なんでね、ちょっと今後に期待ですが、あまりに成長が遅いと早く切られてしまうので頑張ってもらいたいですね。ドラフト6位品田くんですが、軽い球持ちということで、ちょっと使いづらいですね。今年、まあ、1軍でちょっと投げましたが 18.0 ということで、まあ、高卒なんでね、だから同じこと言ってますが将来に期待です。ドラフト7位春山くんですね。伸び B は悪くないですが、軽い球短期ということでちょっと使いにくいですね。まあ高卒なんですけれども、それ以上に厳しいものがありますね。まあ今年のルーキー微妙っちゃ微妙かな。じゃあ最後はいつものように年間表彰式見ていきたいと思います。まずはベスト9ですが、おいいね、キャッチャー迫田くんにサード池くん、そして外野の佐賀野ということで、いやー、チームを誇るパワーヒッターたちが選ばれていますね。3人も選ばれてる、最下位のチームと思えないな。ゴールデングラブは三塁手池くん、そして外野手荻野くんということで、まあ、今年荻野くん打撃の方はあんまり良くなかったんですけれども、まあね、守備で見せてくれた感じですね。池くんはベスト9と両受賞という感じです。個人タイトルですが、まあ、今年はね本塁弾王と打点王を楽天から獲得できましたね。平が投手4冠すごいな。
でも沢村賞は小笠原なんですね。セリーグの最多勝ですね。さあ2028年終了しましたが、未だ一向に成長が見られない、いつになったら日本一になれるのかちょっと不安ではありますが、今回はこの辺にしたいと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。